こっち行く時。じゃあこのツルタを作って、生地はこんな感じ、こっち行く時。じゃあ作っていきます。紹介したかったの。で、このエプロンね、自分で学校で作ったの。かわいい。初めてだよね、なんかショールーム配信でさ、なんだっけ、料理とかお菓子作りするの初めて、緊張する。今日はチョコチップクッキー、もう匂いもクッキー美味しそう。こんくらいかな。緊張して、いやー気づくれないかもしれない。頑張ります。こんにちは、こんにちは。チョコチップクッキーもおいしそう。確かにめっちゃおいしそう。絶対美味しい。そう、絶対美味しい。みんなチョコチップクッキー大好き。じゃーん、美味しそう。もう早く食べたい。もう食べたい。おいしそう、おいしそうだね。何個作れたかな。チョコチップがめっちゃ逃げちゃう。5個かな、作れるのは。なんか5個作れる。遊びに来てありがとうございます。今日、今は何してるところなの。形を整えて、そう、今日はハッピー、今日はバレンタインなのでチョコチップクッキーを作ってます。
いい感じ。そう、そういえば生誕祭決まったんです。嬉しい。2月26日の昼公演にで生生誕祭をやらせていただくことになりました。嬉しい。よいしょ、かわいい。こっち行って、こんにちは、こんにちは。めっちゃ目に似合ってるね。ありがとうございます。嬉しい。じゃーん、いい感じ。じゃあ蓋閉めて、さあ焼いてきます。よいしょ、何かな、待っててね。今焼いてるところです。絶対美味しくなるかな。すでにたくさん作ってた。そう、今日はね、5個作りました。今日はね、背景が違うんですけど、ひなの部屋じゃなくて、今日はリビングで撮っています。イエイ。タッタン。チョコチップクッキー、いいよね。クッキー作ってるの。そう、チョコチップクッキー作ってます。楽しみ。まだかな、まだかな。そういえばね、バレンタインチョコをもらったんです。あー、美味しそう。これとこれもらったんです。美味しそう。毎日これをちまちま食べてます。毎日可愛くない？これね、一緒っていうか同じアニメ東京リベンジャーズっていうアニメなんですけど、その中で一番大好きなんです。マイキー。よいしょ、ひよってるやついる？待って、こう見るといねえよなって言いたくなりませんか？ひなだけかもしれない。これさ、名前覚えられないんだよね。
ドラケンとタケミッチリ、チフユ、誰だっけ、ナオトっていう名前じゃなかったっけ、ナオトかな、かナオト、カズトラ、バジさん、なんか バジさんってバジだけさんってつけちゃった、ね、これがさ名前すぐ忘れちゃう、なんだっけこれ、なんだっけ、本当に名前忘れちゃう、これなんか髪が白いやつ、ね、なんかわかる、なんだっけ、すぐ忘れちゃう、ああマイキー中に入れちゃってた、ヒヤってるやついる、だってわかりますかこれ、なんかたくさんたくさんの人が知ってるって言ったらこの3人じゃないですか、マイキー、タケミッチ、ドラケン、この3人は大体知ってるんじゃないかな、もうさ一番泣けるところが、一番泣けるというか一番泣けるところ2つあるんですけど、まずこの2人ね、バジさんとチフユが一緒にペヤング食べるんですよ、そこ本当に泣いちゃう、バジさんの髪を下ろしてるのと髪結んでるのどっちが好きですか、ひなはちなみに髪を下ろしてる方が大好きなんですけど、あとねドラケンが刺されるところがね泣いちゃう本当に、しかもねタケミッチにマイキーがさタケミッチお願いってお願いするの、そこ本当に泣けちゃう、もうまだまだたくさんあるのにさ、もう東京リベンジャーズで語っちゃってるよ、あとじゃーん、そろそろ消そうかな、これはあつ森とゴディバがコラボしてくるやつなんですけど、超可愛くない？超可愛い、これもねちもちも食べてます、あとねこれはねこれはさあちゃんにもらったんですよ、絆創膏のいちごチョコなんですけど超かわいい、こういうの本当大好き、おいしそう、これもあつ森とドリバがコラボしてるやつです、以上かな、グーチョコ、よし、これ本当に嬉しい、タン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 、そういえばトリュフをね作ったんですよ、バレンタインチョコに手作りでトリュフ作ったん、トリュフとなんだっけプリッツで作った手作りチョコを作ったんですけど、あれ本当に美味しいし、トリュフって作ったことなかったから本当にうわ多くできるかなと思ったんですけど、難しかったんですけど頑張りました、なんとトリュフが残ってました、
これどうやって見せよう。これね、粉がね、こぼれちゃいそう。どうやって見せよう。よいしょ、じゃーん。もうちょっと近くで、じゃーん。ホワイトトリュフ、おいしそう。食べちゃっていいですか。めっちゃ美味しい。ご飯できた。まだできてない。まだできもうすぐできる。今ね、作った時にこのトリュフをホワイトチョコと普通のチョコレートで作ったんですよ。それでね、なんて言うんだろうな、あのチョコレート、普通のチョコレートは味見して食べたんですよ。だけどホワイトチョコレートがあの余らなくて食べれなかったんですよ。だから本当に今食べた瞬間ってなった。美味しかった。しかもさ、これ可愛くない？めっちゃ、なんていうんだっけ、キッチンペーパー、めっちゃ可愛くないですか、ピンク。バイト行ってくるね、もっと見たかった。行ってらっしゃい、頑張ってね。早く食べたいな。ホワイトトリュフはどんな味ですか。なんか最初粉が来るんですけど、その後にこれなんかトリュフってめっちゃ硬いのかなっていうイメージがあったんですけど、全然そんなことなかった。めっちゃ柔らかくハッて食べれた。いい感じでした。もうめっちゃ気になっちゃう、早く食べたすぎて。お疲れ様です。お疲れ様です。トリュフは本当にもう頑張って作って、もう時間との勝負、時間との勝負って感じで作りました。もうチョコレートってすぐ固まっちゃうので、ってやっちゃいました。頑張った。また作りたいです。なんかホワイトチョコレートと普通のチョコレートを最初ね一緒に作ったんですけど、ホワイトチョコが余ったので作りました。ホワイトチョコ、余ったホワイトチョコで作りました。これさ、あれどこ行ったっけ、これめっちゃかわいい、カップルちゃん、アップルちゃんだっけ、かわいいです。とても
ちまちま食べてます。ちょっと様子を見てこようかな。待っててね。美味しそう、美味しそうにできてきてる。いい感じ、超絶いい感じ。早く食べたい。超いい感じ。今はね、最近なんか別の話になっちゃうんですけど、最近本当にポケモンにハマってて、本当にハマってるんです。スカーレットの方かな、やってるんですけど、そのスカーレットのソフトのポケモン、赤いポケモンがいるんですけど、そのポケモンをもうなんか乗り物で乗っています。すごいことなのかな。なんかね、主人公にね、主人公の友達がいるんですけど、その子から崖から落ちないでねって言われたんですよ。注意してねって言われたのに、そこを崖から落ちちゃって、そしたらまさかのその子に出会ったっていう運命でした。チョコ作るの。ひなは今チョコチップクッキーを作っております。エプロン紹介でもしろこうかなと。これは学校で自分で作ったエプロンです。見えるかな。で、可愛くない？こういう系好きです。使ってます。え、何歳ですか？ひなはこの間2月9日で12歳になりました。なんか自己紹介がもう12歳になるじゃないですか。もう間違えたらどうしようとか思っちゃう。練習しとこう。2月9日肉の日まで牛タン、トクタン。ありがとうございます。チャームポイントは明るいケーキのところ。お肉大好き、福岡県出身、小学6年生、12歳のひなたことやすいひなです。うわー、つまずいちゃう。小学6年生、12歳の、なんか言いづらい。小学6年生、11歳のって今まで言ってきたからさ、小学6年生、12歳の、言いづらくなっちゃう。すぐつまずきそう。あとちょっとで中学1年生12歳なら。そう、やばい。チャームポイント明るい元気のところ、お肉大好き、福岡県出身、中学1年生12歳のっていうことになるでしょ。うわー、やばいよ。中学1年生12歳の皆さんのことです。おー、できた。いい感じかな。あー、どうしよう。おいしそう。すごいいい匂いがしておる。食べろす。あっつ、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 あつかった。あっつい。ちょっと待って、出来たてほやほや。
超焼き芋みたいな。ちょっと熱いのでちょっと頑張ります。熱すぎるこれは。まあじゃあその間にね、キャラメルラテ、俺ラテ、キャラメルラテ飲みます。おいしい。ちょっと冷えてきたか、冷えてるやん。ちょっと暖かい感じ。ああちょうどいい、いい感じ。じゃーん、チョコチップクッキー出来上がりました。ちょっと食べるの熱いってなるかもしれないから、ちょっともうちょっと待ちますね。今触られる状態にはなってる、中までしっかり火が通ってる。かわいい、きれい、チョコチップクッキー、いい感じです。食べれるかな。じゃあ食べてみますね。いただきます。熱い熱い、もうちょっと冷まします。熱い熱い熱い。これね、後ろが熱かった、手前は大丈夫なんだけど、熱い熱い熱い、手やけどしたかと思った今。熱かった、手袋ずっとつけてた。よいしょ、頑張ってください。ありがとうございます。あ、これ後ろ持たなかったんで、熱っ。おいしい、めっちゃ美味しい。え、超美味しいんだけど。え、すごい、うまくできました。めっちゃ美味しい。うん、熱いんだけどめっちゃ美味しい。甘さちょうどいい、全然ちょうどいい、本当に本当にちょうどいいです。大成功大成功、すごいかわいい、しっかりまん丸に焼けました。でも熱い。でもめっちゃおいしい。完璧、大成功、やった。じゃあ、かかりましたね。ドン、出来上がったことで、これはまた配信が終わってからこれ食べたいと思います。じゃあランキング読みたいと思います。やめます。13位、サンダさん、サンダさん、ありがとうございます。12位、ピーコちゃん、ありがとうございます。11位、リョウさん、ありがとうございます。10位、ブタブタさん、ありがとうございます。9位、ストラトスさん、ありがとうございます。8位、なんて思うんですか、教えてください、お願いします。漢字がわからないです。漢字がわかる方いますか。
すいません。なんて読むんだろう。桑田圭介さん。桑田圭介さん、ありがとうございます。7位、しげしげさん、ありがとうございます。6位、カントさん、ありがとうございます。5位、しみしみさん、ありがとうございます。4位、パルムさん、ありがとうございます。3位、福岡のゼロさん、ありがとうございます。2位、ルンさん、ありがとうございます。1位、マミさん、ありがとうございます。ありがとうございました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 。じゃあ宿所タイムして、じゃんけんして終わります。宿所タイムのポーズ何がいいですか。まずピースからいこうかな。よっしゃー、どうしよう、クッキー、おいしゃー、おいしそう。また終わってから食べたいと思います。かじってるポーズ。うん、やっぱうまいわ。うん、じゃあ最後はじゃんけんで終わりたいと思います。最初はグーじゃんけんポン。チョキの人はいいことがあると思います。パーアイコの人と負けた人は次勝ってくださいね。じゃあバイバーイ。